リアケベでは、エチオピアアディスアベバ出身のスーパーモデル、女優。現在、最も成功している、アフリカ系、ファッションモデルの一人、ニューヨーク在住。アディスアベバで、リセに通っていたとき、フランスのエージェンシーに、スカウトされる。エチオピアで、ショーに出たときは、自分の靴で、ランウェイを歩いたという。ニューヨークへ移ってから、注目を集める。きっかけは、 グッチの2000年秋冬コレクションで、トム・フォードにキャンペーンモデルとして抜擢されたことだった。2003年、エスティローダーの化粧品のモデルとなる。同社の57年の歴史で、初めての有色人種のモデルとなり、話題を呼んだ。アメリカ、イギリス、スペイン、日本の各国版、ボーグ氏、ハーパースバザー氏、アイリー氏の表紙モデルとなった。ビクトリアズ・シークレットのモデルはもちろんだが、 オートクチュールやハイファッションブランドのショーに数多く出演している。キャンペーンモデルとして、キャップ、イブ・サン・ローラン、エマニュエル・ウンガロ、トミー・ヒルフィガー、ドルチェ・ガッパーナエー、エスカーダ、ルイ・ヴィトンの広告に登場した。私生活では2000年にエチオピア人ヘッジファンドマネージャーのカッシー・ケベデと結婚、一男一女の母である。2005年、 世界保健機関から妊婦、新生児、幼児のための親善大使に任命され活動している。ありがとうございます。